こんにちは、なじまりです。今日もご視聴いただきありがとうございます。最後までよろしくお願いいたします。今日はノースフェイスのダウンをね、紹介したいなと思います。今回紹介する3つ、勝手に僕はヌプシ三兄弟って呼んで、たまに着ながら遊んだりしてます。はい、ヌプシベストからちょっと着てみます。だいたいこんな感じです。はい、着替えました。これが一番オーソドックスで合わせやすいかなと思います。次にプシパーカー、こんな感じです。大体のサイズ感は分かったんではないでしょうか。僕のね、持ってるヌプシ三兄弟の紹介でした。本当にね、たまーに来たくなるんですよ。そしてそのたまーに来た1回がすごい、あ、やっぱりヌプシいいねってなって、また何日かね、着続けるっていう、そういう周期を結構何年も繰り返してて、結局処分できなくってずっと持ってるという感じです。ヌプシのね、いいところ、そんなにあったかくない。これいいことなのかな、わかんないですけど、保温力とか暖かさをすごい攻めてるダウンとかあるじゃないですか。そういうレベルではなく、あったかいんですよ、軽くて、でも攻めすぎてないで使いやすい。あとね、なんでしょうね、緩いんすよ、なんせ緩い。気を張らなくてもいいんで、そういったダウンをね、求めてるのであればヌプシはいいですよね。頑張ってね、お金貯めて結局あんまり着なかったってなったら、やっぱ服自体ももったいないですしね。でもたまに着たい時があるんですよね。そういう時にどうするかっていうことなんですよ。やっぱり中古品で、そうね、それが一番楽ちんかな、気分的にもそう思います。今日もね、最後までご視聴いただいて本当にありがとうございます。ノースフェイスのね、ダウンの紹介、あともう一点あるんで、続けてあげれたらいいかなと思ってます。またその時はご視聴いただければ嬉しく思います。今日は本当にありがとうございました。